深夜にあるバトルフィールド2042ってクソだよね。ということで、まあ、撮影してるのがね夜中の2時ということで、絶賛深夜テンションです。いや深夜テンション気持ちいい。おちんちん舐めちゃおっかにゃー。皆さん自分のおちんちんに対する自己評価って何点ですか？まあ、僕はですねこの前お母さんにですね自分のちんちんのねちょっと点数を聞こうかなと思ってボロンつってね露出してきたんですけど、僕の下半身を見てほしい。自らの下半身を露出したというのです。10点満点で評価してくれたら終わる。3点でした。だからなんで俺今 SR 持ってるんだろう。なんで俺これ当たるわけねえじゃん。俺 SR なんか当たった試しがねえよ。 BF の SR ってまあ、軽くねちょっとヘリコプター一発抜いちゃおっかなみたいな。ストリケアンパンマン待って、お前だけは絶対に救う。大丈夫、任せろ。オッケーからの、はい。僕、この前ですね、AV を見るついでに、インターネットサーフィンをしていたんですよ。で、なんか、その時にですね、なんか、とんでもない記事を発見しまして、まあ、こちらなんですけど、バトルフィールド2042がですね、なんか、スチームだと3万件以上の、低評価を食らってしまっているという、なんかもう、やばすぎる記事を見つけちゃって、3万件ってやばくないですか？俺、なんか、類を見ない低評価の数で、結構なんか面白かったんですけど、スチームのレビュー的には、なんか、やや不評って書いてるんですけど、なんかもう、やや不評どころか、もう、かなり不評でしょ。なんかもう ややっていう要素はどこにもないよ。まあそのレビューを見てみるとですね、やっぱこうラグがひどいとかマップ広すぎとかなんかバグがどうのこうのみたいな。バグがどうのこうのみたいな感じのね意見がこう目立っているんですけど、全部合ってる。全部合ってます。やっぱり全部合ってる。なんか前もやった気がするこのくだり。まあ、よく聞くのはですね、このゲームをやった人で、なんかもうそもそもゲームが重すぎるとか、なんかマップが広すぎて敵と合わねえとか、なんかもう荒野行動みたいとか言ってる人いるんですけど、全部合ってる。もうそれに関してはもう、まあ、ということでね、このゲームってやっぱこう、スチーム的にはね、こう、かなり不評なんですけれども、それと同時にこう、スチームでね、なんか最も遊ばれたゲームみたいな感じで表彰されてるんですよね。お前ら病気なの？もう病気でしょ？なんかクソゲークソゲー言いながらも結局お前らやってんじゃん。まあ俺もさ、クソゲークソゲー言いながらもさ、やってるから、まあ俺も病気なんだけど。まあ、ぶっちゃけね、バトルフィールドってやっぱ発売されてからさ、こう1年経ってようやく製品版になるみたいなさ、感じじゃないですか。まあ、COD と通ずるものがあると僕は思ってるんですけど、なんでね、バトルフィールド2042はなんか買おうかまだ迷ってるよっていう方は、やめといた方がいいですね。はい。まあ、1年経ってこのゲームが製品版になってから僕は買うことをお勧めします。まあ、中にはね、お金をドブに捨てることが趣味ですよみたいななんか非人道的な方も、まあ、いるかもしれないんで、まあ、そういう方だったら別に買ってもいいとは思うんですけれども、ゼロキルです。いや、マジさ、あ、待って、あれさ、ビルの壁すらも登れてしまうホバークラスト先輩じゃないですか、あれ。いや、でも、俺だったらあのホバークラスト倒せる気がするんだよね、なんか。とりあえず、床オナセをカットしていきの、やっぱ、バトルフィールドでも床オナしてるやつっているんだな。待って、足音がする、この辺。待って、いるね。オッケー、これカットして死体もついでに撃っていく。いや、めっちゃ撃ってくんじゃん、めっちゃ撃ってくんじゃん。待って、お前も、待って、俺上手くね？え、めちゃくちゃ上手いじゃん。俺 TI ルーンなんだけど、待って、お前蘇生はしな。それ、それ、蘇生します、蘇生。もう死んだわ。やべえ、なんかよくここでなんか添い寝してるだけになっちゃってるって俺、これソフレですかこれ。いや、全員同じ顔じゃねえか。っていうかさ、俺、どうしても一つね、言いたいことがあって、ヒカキンさんっているじゃないですか。で、ヒカキンさんってね、なんか、バトルフィールド2042の、なんか、トレーラーかなんかに出演していたんですよ。初の日本人がね、こう、BF のトレーラーに出たっていうので、結構、ニュースになっていたりとかしたんですけど、ヒカキンさんさ、バトルフィールドのトレーラーに出てたくせにさ、ヒカキンゲームズで一歩も BF の動画上がってないの、なんなんマジで。あれ何、何普通に。めちゃくちゃ俺気になるんだけど。いや、お前、トレーラー出たんだったら、お前やれよ、ゲーム。それがね、本当に僕気に食わないんですよね。もうどうせだったらもう俺が出ればよかったもん。俺だと BF の動画上げてるからさ、もう俺が出た方がさ、ふさわしかったんじゃないかっていうふうに思うんですけど、ダメですかね。まあ、てかまあ、看板に僕の画像を入れてしまえば、もう僕がトレーラーに出たと言っても過言ではない。なんか俺思うんだけどさ、やっぱ BF2042 ってこうバトルフィールドの最新作だと思ってやるからクソゲーなのであって、正直これってかなりのバカゲーじゃないですか。俺なんか正直俺このゲームをなんかハッピーホイールズみたいな感覚でやってるもん。正直ね、もう正直な話、俺バトルフィールドだと思ってないんで、別になんかそういうねなんかバカゲーだと思ってやれば意外と楽しめるんですよね、このゲーム。なんでね、このゲームをバトルフィールドの最新作だと思ってやってる人は全員もバカです。無能のバカです。こんにちは、無能で童貞の低収入です。
です。こんにちは。ちょっと引かせてください。お願いします。僕に前科をください。待って。オッケー。前科ゲットしていく。こんにちは、TI ルールです。ということで、SR を持ってきました。今、SR 絶対当たるわけねえじゃんって思った、そこの君。明日、チンコへし折ります。まあ、見てろって、俺絶対当てるから。マジ見て、お前大丈夫か？いか。はい！待って。はい！待って、試合終わっちゃう。待って。いや、絶対当てる、絶対当てる。待って。試合が終わるまでには1キルを絶対にしないと俺は終われない。待って。俺の M どうなってんのこれ。おい、BF 民のお前ら絶対プレイもできんのか、お前なんか飛んでるやついる。なんか、もう好き放題やってんな、このゲーム。